はい、今回はねこちらの圧倒的な人気を誇ってます、まさかねこんなに売れるとは思ってなかったんじゃないでしょうか、任天堂サウンドクロックアラーモというものになりますね。いや一瞬でなくなってしまいね、なんと抽選販売となってしまいました。はっきり言って数が少ないんだと思うんですよね、やっぱりね。まあこれがねスイッチ2でも起きてしまう大きな心配が生まれましたけど、でこちらね、このようなアナウンスが途中から入りました、現在任天堂ストアでの販売を停止しておりますということでね、はい、まあ停止してるとき今現在は抽選販売が開始してます。やっぱりね数が少ないっていうのと、いきなり販売開始しちゃったっていうのがあったのかな、それ良くないかなみたいな気がするんですけど、でねこんなんで任天堂スイッチ2大丈夫なのかと思ってしまいますよね、ちょっと心配なんですが、ここで歴代ローンチハードのね初週売上台数をねちょっとチェックしてみました。はい、まずはソニー編ですね。ソニーでプレイステーション1初代はですね、実は公式に数えていたわけじゃないんですけど、まあソニーからねアナウンスがあったんで、だいたいこのぐらいかなっていう推測のもと10万台としてます。うん、これねプレイステーション2のねプレスリリースの時に、PS2 のね10分の1逆ですね、プレイステーション2が10倍のまあ売り上げを達成したというアピールがあったんで、まあそこから推測すると10万台で、発売当時在庫ありました。でまあサターンの方が売れたかなっていう気はするんですけど、まあその後もね安定供給されていました。でプレイステーション2、まあこれね日本における最大の売り上げ台数になっています。66万台ですね、初週にね。これはすごい売り切れました、あっさりね。ただその後もねちゃんと安定供給されていたかなといった気がします。あくまでも自分の感覚なんでよくわかんないんですけど、ただしプレイステーション2のプレスリリース、ソニーから発表になりましたが、まあそこにはね98万台と書いてあります。まあこれをまあね聞いた方が、だいたいプレイステーション2の初週は98万台と言ってる方もいるんですけど、これ実はねまあ発売から2週間までの台数を言ってるんですよね。まあその辺のねアナウンスがね絶妙というか、嘘は言ってないんですけど、まあただタイトルですね、まあ最近のスマホのねなんとかニュースも見出しだけ見てねウォーってなっちゃう人も多いと思うんですけど、ヘッドだけね、ヘッドラインだけ読んじゃうと、あプレイステーション2初週98万台かとなってしまうんですが、まあ最初のね発売日の1週目に売り上げたのは66万台となります。ただこれ日本においてねまあ最強の数字になっていることには変わりがないんですけど、で次に発売となったのがプレイステーションポータブル 16.6 万台ですね、少ないですね。やっぱりね台数を揃えることができませんでした。まあいわゆる任天堂 DS のね吸収にあったといったこともあると思うんですけど、まあうまく作れませんでしたっていうのがありますね。でプレイステーション3も15万台と、やっぱりこう供給不足っていうのがありますよね。需要はあったんですけど15万台で終わってしまいました。終わったというか初週は15万台といった感じですね。ビータ、これはね贅沢に在庫がありました。32万台ぐらいですね、まあ在庫あり、ずっとしばらく在庫ありました。プレイステーション4 32万台です。まあ要するにねプレイステーション2以来なかなかこうドバッと売れたハードになってると思うんですが、まあこういった感じでね、ただ在庫はねずっと残ってましたね、はい、売り切れたって感じはありませんでした。そして最近のねプレイステーション5が 11.8 万台という数字になっています。こちらは売り切れました。まあコロナ時代っていうのがね非常にありまして、在庫不足がね数年にわたって続くというまあ大惨事になりましたが、まあこのようにまあ66万台というプレイステーション2はまああの時のね最大のブームとして置いておいて、だいたい30万台ちょいが、まあ、日本におけるローンチの数と言われています。まあこれちょっとソニー編なんですけど、任天堂編見てみましょうか。まあ任天堂を見ればね一目瞭然ですね。でまあプレイステーション2とほぼ同時期に出たゲームボーイアドバンス、こちらもね携帯機の中ではナンバーワン、全ゲーム機の中ではプレイステーション2に次ぐ 61.2 万台というね最大ローンチを誇っています。まあ21世紀最初の任天堂ハードということになりました。まあまさにねゲームボーイユーザーの
まあ、待望の新型ということになりまして、まあ、このね、発売前夜は凄まじかったんですよね。で、同じ年に出たゲームキューブはですね、まあ、ちょっと寂しい立ち上がりですね。まあ、米国で 9.11 なんかもありましたけど、ちょっとね、ローンチ時期っていうのかな、9月の14日って、夏休みが終わって、ゲームハードを買うという時期じゃないっていうのがあったと思うんですよね。で、その後を受けて DS、Wii というのがね、まあ DS もなかなか初速やばいですよね。44.1 万台、売り切れました。で、ちょっとだけね、在庫不足になりましたけど、まあ翌年の2、3月からはね、贅沢に在庫は並ぶようになりました。Wii の方もね、しばらく在庫不足が続きましたけど、30.8 万台、初日はね、売り切れました。3DS37.1、 まあ大ヒットハードのね DS の後を受けまして 37.1 と任天堂ハードの中ではなかなか高い位置にあると思います。で、例のごとく失敗ハードの烙印がありますが、初週に関して言えば遜色ありません。 WiiU 30.8 万台、で、スイッチも 33.1 万台と、まあ WiiU とスイッチってそんなに変わらんじゃないかということになりますが、まあ要するにその後のね、売り上げに関して言えばすごい差になっているわけなんですけど、まあ要するにこれで何が言いたいかっていうと、だいたい初日にね、初週に売れる数っていうのが30万台ぐらいと言われています。で、まあ30万台は用意した分がはけてしまうという数で、もっともっと需要がある場合は売れていくと思うんですよね。で、とりあえず30万台出すと、まあ人気の機種に関して言えば、まあ速攻売り切れちゃうという感じなんですよ。となると、次のね、スイッチ2なんですけど、スイッチ2をまた、この辺のね、前例をもとに30万台ぐらいにすると、間違いなく激しい争奪戦になると思うんですよ。これはね、だから30万台なんて、どんなゲームユーザーっていうのかな、ハードコアゲーマーなんていうのは、間違いなく買うんですよね。なんかそういった層って、これ見てもらうとわかるけど、まあ大体30万人は絶対初日に買うんですよ。どんなハードでも。その後売っちゃうのかもしれないし、もう全然使わなくなっちゃうのかもしれないんだけど、とりあえず買うというのが、30万人は確実にいるというのが日本のね、まあ今までの例になってます。ということはね、スイッチ2も30万台だけじゃ全く足りませんね。ここはね、個人的には狙ってほしいのは、プレイステーション2の、過去最大ローンチと言われている66万台をね、上回る100万台をね、出荷してほしいと、任天堂に提案したいと思うんですよ。100万台。で、まあ、100万台速攻売り切れちゃうとは思うと思います。間違いなく。だから、100万台、スイッチ2のね、発売日に用意してください。うん。これは、お願いしたい。で、やっぱり、こう、先ほどのね、アラームクロック見れても、数が少ないんですよね。数が少ないっていうことは、まあ、間違いなく転売ヤーとかが湧いてきて、価格のね、釣り上げが行われてしまいます。で、プレイステーション5の例を見ても、2年間ね、すごくもったいなかった、プレイステーション5はね。あそこを逃しちゃったのが、後々にすごく響いてると思うんですよね。まあそういったことを考えると、スイッチ2も、そういったミスをするとは思えないんですよね。だから、個人的には、多分任天堂的にはどうでもいいんだけど、個人的には、プレイステーション2のね、持っている、初週66万台を、ぶち抜く、初週、まあね、100万台。まあ実際100万台出荷したから100万という数字が出るかわかんないんだけど、まあそのぐらい出せば、まあ90万台ぐらいね、初日に売り上げたという話になるんじゃないかなと思いますんでね、記録更新という意味を込めても、まあこんなチャンスってあんまりないんですよ。うん。今現在ね、一つ記録があるのはやっぱりプレイステーション2の総売上台数の1億5500万台かな。それを狙ってるスイッチなんですけどね、現在猛追してると思うんですけど、まあプレイステーション2の存在はしてても、あの時代を知ってる人じゃなくて知らない人もそろそろね、
だいぶゲーマーの方も増えてくると思うんですけど、まあ、いかにプレイステーション2の記録って偉大というか、とてつもない高いハードルになってるのかなっていうのがね、ローンチ時の初週の販売台数、あと、まあ、今のところね、世界一売り上げたゲーム機の称号を持っているのもプレイステーション2でありますからね。まあ、すごいハードだったんですよね。まあ、それをね、現在追い越すかどうかっていうところに来てるのがスイッチであり、スイッチ2といったところだと思います。まあ、そんなのは記録の数字なんで、どうでもいいんですけど、とりあえず、初週にね、買いたいと。ぜひともスイッチ2。なので、出荷数、100万台、お願いします。任天堂。時計のようにならないで。ではまた。